はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、五郎でございます。ということでスケピー活動始まってまいりましたということでね、怪我から復帰戦2戦目ということでね、やっていきたいと思います。ということで来た、おっといきなり来ました、リピートナイスですね。 SKP 復帰一発目ということでね、広島ドラゴンフライズの辻さんのユニフォームを着ての登場となってますけども、残念ながら辻さんが群馬に移籍だったかな、してしまいました。さあ幸先のいいスタートを切っております。今週は、先週はもう全然なんか本当に2ヶ月半ぶりだったんで、体動かず首痛いみたいな感じで、あんまり出場時間は長くないような感じでやらせてもらったんですけど、今回はルール上フル出場するというのが個人的な目標だったんですけど、それは見事達成されましたそうなんです。お父さん決める、お、イナッチいます、イナッチ、最近入ったイナッチ今見切れてるイナッチなんですけど、前回先週交流戦、初の交流戦で親父チームとやったんですけど、親父チームは土曜日やって定例の練習やっていて、で僕らは日曜の午前中やってるんですけど、漏れなくイナッチと、かっちゃんは、土曜の親父チームにも入部 したとかしてないとかというそんなね、まあでもなんかおもろいっすよね。なんか週末を全てバスケに捧げるみたいなね、部活かみたいな。しかも僕らはなんていうんですかね、バスケ終わった後の飲み会はマストみたいなことはやめようよと、もともとそんな感じでやってたんですけど、まあ飲み行くときは飲み行くんですけど、親父チームはそのまんまバスケから飲み会マストで行って、かつ2時半ぐらいまで、だから親父チームは2時ぐらい、午後の2時ぐらいからバスケやって、まあ2時4時ぐらいですよね。で5時ぐらいから飲み始めて2時まで、2時半ぐらいまでっつってましたね、かっちゃんが。おっとー、イナッチ、イナチューみたいな感じですね。やっぱイナッチ今僕のねマッチアップしてるんですけど、なんかやっぱ若いこのバスパンはちょっとな長めなんですかねそういうのあるんですかね、やっぱバスパンのトレンド的なやつ。僕もね初心に戻って、これ初めてバスケやった時のバスパンなんですけどそうバスパンね買ったんですけど、なんかちょっとね、ちょっととある諸事情により履けないバスパンが一つあって、あと今オーストラリアにいるマイコーからもらったバスパンは家で履いてるってさあそんなんでね、いいんじゃないでしょうか、週末バスケに注ぐというね。なんでそうイナッチはだから土日連チャンだ、イナッチとかっちゃんはねさすがに僕はちょっと無理ですね、土曜日はね。あー惜しいおナイスパス、おイナッチ、あイナッチ決めるね。なんかイナッチあれだよね、なんかエグザイルの一番初期のボーカル、名前忘れちゃったけど、なんだっけ、なんとか、なんとかばみたいな人何々ばみたいな人、なんでしたっけ、名前忘れちゃったけど、とちょっと似てますよね。なんだっけ人、エグザイルの一番最初のボーカル、歌清木ばみたいな、なんかそういう感じの名前の歌うまかったんでね、個人的に好きなんですけどね。
イナッチもあの歌うまそうですよね。なんかま、おっと、来週全くバスケの実況をしてません。バスケの実況をしないバスケ実況っていうのがね、あの売りなんで、このコンテンツ今日は、昨日のお食事会の残りのウイスキーで作ったハイボールを飲みながらの解説となっております。さあさあ、ニコさん、ニコさん体型変わんねえよな、ほんとな。このぐらいまで行きたい、僕も。あの健康診断の結果が出まして、思ってた以上に健康でしたただなんかあの油、なんかやっぱ油の量が多い。なんですかね、あれ。コレステロールなのかな、あれ。コレステロールと、あと腎臓はちょっと気をつけた方がいいって言われて、特にコレステロールの方は思い当たる節があるとするならば、今この配信をしている途中に、おっと来たわ、あー惜しい。最近思い当たる節があるとすれば、体にいいメニューを取ってるつもりではあるんですけど、生姜焼き定食にハマってましてその生姜焼き定食の油かな。でもまあ蓄積されて、おっ、あー惜しい。蓄積されてるんでね、あれなんでしょうけど。ここをミコさん、ここでパス欲しかった。そうなんですよね。だから思いのほか、まあすげえ健康に気を使ってるわけではないんですけど、健康診断の結果、比較的悪いところがあまりなかったというね、そんな感じでございます。さあ残すところ、あ、残すところラストプレーか。もうイナッチ対ニコさん、おっと、ラストプレー、あ、終了